庶民が重宝するホテルか。ちょっと興味があったんだ。はあ？俺を道連れにするんじゃねえよ。今回はあまり進めたくはない。ホテルよりいいところがあるはずだが。そんなところに行ったら先生とエッチするしか。なんでもないです先生。遅い。店主のやつ、店を放ってどこで油を売ってるんだか。まあまあ、そうカリカリしないで。君、カルシウム足りないんじゃない？ちゃんと小魚食べてる？シラスを食べている。あまりシラスが万能だと思わない方がいいよ。この部屋のボンボン時計、全部針が逆に動いてる。ボンボン時計？ボンボン時計。ああ、振り子時計のことか。神尾崎、君は随分と幼い呼び方をするんだな。別にいいだろう。もちろん、構わないさ。ただ、君がそんな庶民じみた言葉を発するなんて珍しいと思ってね。曾祖父母が所有するドイツの別荘にあったんだよ。ホールクロックで子供の頃にゼンマイを任してもらったこともある。ああ、でもこの時計よりは宝飾品が多くて、あまり時計としての機能は。うん、予想通りの展開になりそうだからもういいよ。でも確かにこう全部の時計が逆回りじゃ時間が分かりにくくていけないな。時の流れをせき止めるだけじゃ飽き足らず、とうとう時を逆行しようって言うんだったら、この店も大概ひどいよね。すまないね、待たせたかい。ああ、待ちくたびれてジジイになりそうだった。そりゃいいね。僕とどっちがジジイか確かめたかったね。それで依頼っていうのは何だい？あ、神尾崎くんじゃないか。久しぶりだね。今日も元気に天元寺橋くんの金魚の糞かい？金魚の糞。ひどい。これはどこのホテルのだい？
新宿歌舞伎町のジュリエットラブホテルだね。ラブホテルって。上大崎うるさい。そのラブホテルが今回の依頼場所なのかい？察しが良くて助かるよ。そうなんだ、ここのラブホテルのオーナーから陰陽師を紹介してほしいと頼まれたんだよ。つまりは幽霊がいるか確かめた上、いるようならば退治しろ、そういうことだろ？そういうことだね。わかった、引き受けるよ。助かるよ、ありがとう。オーナーには僕から連絡しておくからね。そうだねえ店主。はい。なぜこの店の時計は逆回りなんだい？壊れているだけだよ。ほう、全部がかい？その方が面白いからかな。時がそのまま流れているだけなんて退屈でしょ？だからこの空間だけは止まったり逆回りしていいんだよ。ささやかなる抵抗だね、神への。そうか、ささやかだが贅沢な抵抗だね。そうかな。さて、早々に終わらせますか。天元寺橋、なんだか慣れてるね。まあラブホテルはどこも似たような感じだからな。ふーん、ほら上大崎、靴はここで脱げ。え、これ普通のホテルと一緒で靴履いたままで上がるんじゃないの？ここは君が行くような高級ホテルじゃないんだ。ほら狭いんだから早く脱げ。わかったから押さないでよ。おお、思ったよりも広いんだね。それに壁がピンクだなんてすごいな。こんなの初めてだよ。ついてきた甲斐があったな。そういえばずっと思っていたんだが、上大崎、自分の仕事はいいのか？
大丈夫、もう部下に連絡してあるからならいいんだが。それにあまり君のようなタイプはこういう場所に来ない方がいいと思うんだけど。まあ確かにラブホテルなんていう庶民が入るようなところまず入る機会がないけどさ、これも社会勉強の一環だよ。そういうことじゃないんだが、まあまだ何の気配もしないからいいか。なんで横になってるの？依頼は？気配がしないからなんともね。それに昨日徹夜で襖絵を描いていてさ、寝不足なんだよ。いや寝不足とか関係ないし、油断しすぎだから。何やってるの？マッサージ？いや、それは知ってるぞ。もう、骨に当たって痛いよ。ちょっと、痛いし、くすぐったいって。スキンシップだろ。くぅって、天元じばし、やめ。なに、停電？おお。たく。接触が悪いんだろうな。さすがボロホテルというか、幽霊やあやかし云々以外にも客足が遠のく理由がありそうだ。ほら、で。大丈夫かい？ああ。大丈夫？どうしたんだ急に。打ちどころが悪くて記憶でもなくしたか？違うよ。ならなんだよ。その逆、中学の頃を思い出したんだよ。中学の頃？ほら、中学2年の冬にさ、担任に頼まれた用具を2人で片付けに行って、放課後の2時間ほど倉庫に閉じ込められたことがあっただろ。まさか覚えてないとか？嘘だろ？ほら、あの時も突然停電してさ、偶然他の先生が来なきゃ朝まで倉庫で過ごすところだったじゃない。ああ、確かにそんなこともあったっけな。で、その程度なんで覚えてないんだよ。
いや、そう言われても真っ暗で、すっごい怖くて。でも、あの時、君が。閉じ込められるとか、暗いし寒いし、どうしよう。大丈夫？もしかして暗いの怖かったりする？大丈夫？ちょっと驚いただけ。声が裏返ってるよ。まったくしょうがないな。ほら、手貸して。つないでいれば安心するだろう。それにくっついてるとあったかいし。もう中学生になってまで恥ずかしいだろうけど、そこは顔が見えないから我慢ってことでさ。お、あんなにドキドキしたことなかった。そうだ、あの時、あの瞬間に初めて僕は天元寺橋を。なのに忘れるってどういう。寝てる。寝るなよ。寝るか普通。いった神尾崎、どうしたんだ？どいてくれ。あ、神尾崎。嫌だ。え？ねえ、天元寺橋。ずっと、ずっと聞きたかったことがあるんだ。神尾崎。あの時、君は。今のお前おかしいぞ。だよね。どうやらゆっくり思い出話はできそうもないよ、神尾崎。そうみたいだね。
覗きとは随分と悪趣味なんじゃないか。つとみて御用霊神に願い立てまつる。マリシ天に連なる天元寺橋の名において眼前のあやかしの名と姿を記したまえ。救急によりつりよう。君の断りを見せてもらおう。しろよ、早く獣のように丸まれ、俺のせいで満たせ。したらその体を奪って俺もその男を抱くんだからよ。引用か。そういえば引用やムノには動物の姿を借りるやつもいたね。まあどうやらこのあやかしも元が人間のようだけど。そうだ、最後までしたかったのに。それなのに不正略を起こして死んじまうなんて。俺はまだ死にたくなかったんだ。大丈夫だよ。確かにかわいそうだとは思うけど、そんな風になっちゃうのはナンセンスじゃない。僕はそういうの好きじゃないし。悪いけど協力はしてあげられそうもないよ。いいから、俺にその男を抱かせろ。させるわけないだろう。オン急げ払いちょ。天元寺橋には一切触れさせない。神尾崎、関係な人間に害をなされては困るんだよ。だからしばらく身を預からせてもらうよ。まあ悪いようにはしないさ。つとみて御用霊神に願い立てまつる。マリシ天に連なる天元寺橋の名において眼前のあやかしを墨と血をもって文字に記したまえ。救急によりつりよう。ずっと一人で寂しかったんですよ。
ただいま。留守番ありがとう、バサラ。いや。あれ、神尾崎様も一緒なんですか？ああ、一緒に夕飯を食べようかと思ってね。神尾崎の分も用意できるかい？それはいいですけど。ん？なんだか二人から甘い香りがします。まさか二人でどこかホテルに行ってたんじゃ。君からもきちんと説明してよ。ねえ、てば。君から説明すればいいだろう。僕は先に部屋に入る。なんだ、依頼先がラブホテルだっただけなんですね。僕誤解しちゃいましたよ。分かってくれてよかったよ。天元寺橋が説明してくれたら10分も外で押し問答しなくてよかったんだけどね。でもエッチの途中で死んじゃうなんて本当にあるんですね。僕都市伝説かと思ってました。血圧が上がって心臓に負担がかかるかららしいが、どんなスポーツにも少々のリスクがあるのと一緒だな。なるほど。でも男としてはそうやって死ねることは本望だったりしませんか？はあ？僕は先生の中で果てて死ねるなら嬉しいな。うん、そういう考えもあるのか。で、そいつどうするの？襖絵に春画でも描いて封印してやるよ。それで、そうだな、落ち着いたら四ツ谷に引き渡すかな。またあの羽織役に借りを作るの？一晩過ごせば返せる程度だ。なんだ、顔が怖いぞ。本当に君ってデリカシーないよね。ホテルの時もそうだったけど。ホテル？ああ、そうだ。それで、あの時言おうとしてたことは何だったんだ？今なら聞いてやるぞ。おお、それはもう別にいいよ。気になるだろう。いいって言ってんの？何をそんなに怒って。